はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は、クラス別ピックアップが来たということで、まあクラス別ピックアップのおすすめとか、まあそこら辺軽くお話できたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速見ていくんですが、今回クラス別ピックアップに関してはストーリー限定込みの工場サーバントがピックアップなしで召喚されるようというガチャとなっております。でまあこのクラス別ピックアップなんですが、セイバーの時はセイバーしか出ません、ライダーの時はライダーしか出ませんということで、まあ各クラスの補助ですねで結構使えたりするかなと思います。まあこのクラスちょっと薄いなと思ったらそのクラスを引けば、まあある程度はクラスの補填ができるっていう感じかな。で、それを踏まえた上でまあこのガチャ、まあどのクラスおすすめかっていうお話ししていくんですが、まず一つ目がこっちで行くよりもこのボタンを押した方が早いキャスターですね。はい、なんでかっていうとめちゃくちゃ単純で周回で使えるキャラクターが多いよっていうのと、まあ高難易度でも使えるキャラクターもいるよっていう、ただただそれだけです。はい、でまあキャラクターで言うとアナスタシア、サンゾー、フヤキャス、コウメイ、タマモ、エレナ、ギルガメッシュ、オケキャス、ミドキャス、エジソン、ナーサリー、ニトクリス、メディアリーとかがまあ星4、高レア以上でいたりするんですが、まあやっぱりコウメイとニトクリス、この2人は安定して強いかなって思います。まあコウメイに関しては NP50% 付与があるんでやっぱり強い。まあ NP50% チャージのキャラクターですね、キャストリアとかスカーディとか持ってないよっていう方に関してはやっぱりコウメイに関しては結構引いといて損はないかなと思います。であとはニトクリスですね。ニトクリス1墓地するだけでまあ NP100% 貯めてくれるという便利なキャラクターとなっているんで、まあここも強いな。でまああとは NP50%、80% チャージ持ちのキャラクターが一定数いるっていうことを考えたら、まあやっぱりこのキャスターに関しては引いといて損はないかなと思います。まあサポートと、周回で使えるキャラクターがまあ大体ここで使えるからまあ引いといて損はないよねっていう感じだね。まず一つ目がキャスター。そして二つ目なんですが、個人的にセイバーです。はい、セイバーに関してはアルテラ、アルペン、ディオスクロイ、モーさん、アルペン、オルタ、ガウェイン、ジークフリート、デオンくんちゃん、鈴鹿御前、ディルムット、ネロ、ヤギュウさん、ラーマ、ラクシュミ、ランスロット、ランリョウオー、ツナがいるという感じなんですが、まあここに関しては単純でストゲンのキャラクターが強力だからっていうのがあります。あとはアルトリアというまあ玄関強でも普通にセイバーでトップクラス張れるサーバントがいる、これがポイントになってるかなと思います。まあコーレアの話で言うとアルテラ以外は一応 NP チャージ、あディオスクロイは持ってないですね、持ってないんですが、アルトリア 30%、 モーサも 30% で、持っているということで周回等で使える、ディオスクロイに関しては最近実装されたサーバントということで、まあ、単体相手だった場合、高確率で宝具回転率が高いっていうのでも使える。でそれ以外で言うとストゲンのキャラクターですね、アルトリア、ペンドラゴンのオルタ、ネロクラウディウス、ガウェインが、ストゲンの、キャラクターになってるかなと思うんですが、まあ、この3体普通に今強いです。 NP チャージ持ってるネロ、ガウェイン、あと単純に火力が高いクロウという意味で、まあ、ここも引いといて損はないかなと、個人的に思っております。そして次なんですが、個人的におすすめなのが、どれかな、ランサーかな。まあキャラクター総数はアーチャーと比べて圧倒的に多いんですが、まあランサーの方が個人的に周回等で使えるキャラクター多いなっていうのと、変則クエストのことを考えた時に、アーチャー率がアーチャー使える率が低かったりするといった意味で、まあランサーの方が個人的にいいかなって思います。キャラクターで言うとアルペンの、ランサー、ブリトラ、エルキル、カルナ、ブラダマンテ、アルペン、オルタ、ブラドエクストラ、エリちゃん、カイニス、リョウギョクちゃん、ナタ、パールバティ、フィンマックール、メドゥーサ、処分先生、ワルキューレっていう感じですね。まあここに関しては、まあ、単純にストゲンのキャラクター
が、まあ、アルペンオルタがいる NP50% チャージ持ちですね。まあ、そこがいるので引いといて損はないなっていうのと、まあ、L キルとか高難易度で使うこともできる、システムが組めるフィン・マックール、新生絶対殺すカレナさんとかがいたりするんで、わりかしランサーのところも引いといて損はないかなと思います。ただ、アルペンランサーだけが欲しいよという方に関しては、個人的に映画まで待っといた方がいいかなと思います。まあ今第6章の映画が、まあ後編ですね、後編がまだ更新されていないっていうことを考えた時に、まあそっちにピックアップあるんだろうなっていうのがあったりするんで、まあ比較的にランサーの全体とか、まあ全体の補強したいなっていう方に関しては引いといて損はないかなと思いますぐらいかな。個人的におすすめなのは、そこら辺です。で、一応アーチャーとか、まあ各クラスも軽く触っていくんですが、まあアーチャーに関してはね、テスラさんが圧倒的に強力です。はい。ただそれ以外のサーバントで言った時に、星4と星5、いや星3でどうにかなるわっていう感じにもなるんで、まあある意味星3サーバントまだ宝具5にできてないよっていう方に関しては引いといて損はないかなとは思うんですが、まあ正直高レア狙いでわざわざアーチャー引く必要あるかなって言われると、個人的にはないかなと思います。まあって言っても単純に星3が強力すぎて、なんか高レア狙いで狙いに行くとしてはないかなっていう感じなんで、単純に火力補強したい場合はアーチャー引いといて損はないかなと思います。で、次ライラーなんですが、ライラーに関してはね、単純で星5サーバント多すぎて、なんかある意味これって言えないっていうやつだね。まあ仮に二次回転とか来て星5確定だ、やったーってなったにしろ、まあ 1,2,3,4,5,6,7,8 8体の中から1体ってなったら、おすすめしにくいな。いや、まあ確かにシステムできるキャラクター数体いて、単体も強くて NP50% チャージ持ちもいて便利だっていう感じにはなるんだけど、なんかちょっとおすすめしにくいなって感じがあったりするんで、ちょっと微妙かな。あ、ただ、星さんの方で、コロンブス、セキトバがいるので、まあ、ストゲンのキャラクター引きてえなと思う方に関しては、引きに行くのはありかなと思います。あ、それで、キャスターのことで言うの忘れてたんだけど、キャスターに関しては、アスクレピオスっていうお化けがいるので、この子引きに行くっていうのが一番いいです。で、この子に関しては、1体引いておけば、もうそのまま OK っていう感じなんで、やっぱりキャスターに関しては、1回は引いといて損はないかなっていうのはあったりするね。で、アサシンなんですが、アサシンに関しては正直なところを引かないでいいです。はい。他のクラスと比べたときに、まあ、全体キャラクターっていうのがほぼほぼいない。まあ、星4の方で、まあ、ある程度はいるんですが、ちょっと微妙だなっていうのにもなったりするし、星5サーバントを見たときに、まあ、処分先生がストゲンのキャラクターとはなっているんですが、火力が安定して出せるってなったら、まあジャックちゃんの方がいいかなっていう気持ちにもなったりするんで、まあちょっといろいろな意味でどうなんだろうな、ここは一番引く価値としてはあまりないかなと、個人的に思っております。はい。で、バサカなんですが、バサカに関してはめちゃくちゃ単純で、納金したい人引いてください。はい。バスターで全てを投げ払うって思う方に関しては引いておけばとりあえず OK です。うん。まあ、ただただそんな感じだね。まさかに関しては周回で使えるキャラクターも一定数いるんだけど、 NP チャージのキャラクターっていうのが全体宝具で言うと、上品とスパルタクスしかいないってことを考えたら、まあ、正直なところ、まあ、本当に納金したい人が引けばいいかなと個人的に思ってるんで、まあバスターでぶん殴っていく方に関しては引いといて損はないかなと思います。あとはストゲンの空風によるた欲しいなと思うんだったら引いて損はないかな。で、エクストラクラスなんですが、エクストラクラスに関しては、そうだね、サリエリ、わしづかみしたい方に関しては引いといて損はないかなと思います。まあ、星さんサーバントがサリエリしかいないです。ってことは、10連引くだけで、ワンチャンサリエリが宝具5になります。ってなった時に、サリエリ持ってないよっていう方からすると、すごい美味しいガチャです。で、サリエリに関しては、ストーリー限定のキャラクターとなっているんで、まあ、記念で一回引いておこう。あ、宝具5になった。やったね。っていうのでも、普通に価値としてはありかなと思うので、まあ、サリエリ持ってないよっていう方に関しては、積極的に引きに行っていいんじゃないかなと思います。あと、それ以外で言うと、首都内に関しては、現環境アーツでトップレベルの、サポーターじゃないね、アタッカーになっているので、まあここも引きに行って損はないかなっていう感じかな。うん。
以上が、まあ、クラス別の解説となります。はい。まあ、軽く説明していったんですが、こういう感じです。で、クラス別ピックアップなんですが、根本として戦力が整ってない人が引くピックアップとなっております。なので、まあ、ある程度サーバント一定数揃ってるわっていう人に関しては、次のイベントまで待つ、もしくはまあ、2部6章ですね、まで待機するっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、特に言えるのがアーチャーなんだよね。アーチャーに関しては期間限定で強いキャラクターが圧倒的に多いので、まあ、わざわざテスラさん引きに行くか、いや、ギルガメッシュとイシタル持ってるんだったら、まあ、無理に引きに行く必要はないな、やめておこうっていう感じもできたりするんで、まあ、あくまでこのクラス別ピックアップに関しては、戦力が整っていない人が引きに行くという感じでいいんじゃないかなと思います。はい。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。